はい、ということでね、今回なんですけども、この、よさこいの歴史について、今回は動画を投稿させていただきたいなと思います。これが高知のよさこいからこう始まるわけですけどね、まあ、現在は高知のみならず、日本各全国で、まあ、大規模に行われていたりすると。で、また世界でもですね、台湾ランタンフェスティバルですとか、ハノイ、いや、これカンボジアなんですけどもね、そのユーリスよさこいというものがあったり、あとはニューヨーク、あとは、ニュージーランド、まあ、さらに、ジャカルタ、インドネシアですとかね、あるいはガーナなどでもね、こうやってたりするわけでございまして、もう世界各国で、もう規模、割とよさこい祭りっていうのはこう、あるということで。ということで、この、なんでしょうかね、世界からの、こう、いろんな、こう、よさこいが広がりつつあるっていうのはね、なんか、その、まあ、またさらに、こう、世界規模になっていて、まあ、最終的にはね、オリンピックのね、まあ、それになるのかな、とかってね、こう思ってたりするわけですね。まあ、ただ、まあ、オリンピックのね、規模にすると、ちょっと日本のチームさんがね、あまりにも多すぎるので、どこに絞ったらいいのかが、ちょっとよくわかんなくなっちゃうので、ね、まあ、そういったところはね、まあ、あったりするわけですけどね。まあ、さて、その話題はさておきということなんですけども、まあ、歴史を紐解いていきますと、結構割と、昔まで遡ることができます。まずはじめに、高知のよさこい祭り、ここを説明していかないと話にならないんですね。高知のよさこい祭りが毎年、8月9日から10日、11日、そして12日の4日間、これは北海道に次ぐ長さなのかなと思うんですけどね。まあ北海道は5日間開催。まあ残念ながらですね、2022年は、これが3日間開催ということになったわけですけどね、縮小開催ということになったわけですけども、まあ北海道は本来であれば5日間開催ということになります。高知市内9カ所の、競演場、7カ所の演舞場で約200チーム、1万8000人のですね、チーム、1万8000人踊り子たちがですね、鳴子を持った踊り子というのが、こう披露されるということですね。また、地方車、これはね、高知が発祥でして、これには、華やかな飾り付けをして市内を乱舞する、土佐のカーニバルなんていうふうにね、呼ばれてるわけでございますね。で、この地方車というのは、ここと、北海道の方で、この2つで、まあ、あると、この地方車ということでね、北海道と高知に出るチーム参加団というのはね、こう毎年地方車をですね、こう作って、それで参加するというのがあって、高知のよさこい祭りというよさこい空祭りは、他の、よさこい祭りと違って、かなり規模的に、予算を使うお祭りでございまして、参加費とかもですね、こう募ったりとかしているとのことですので、結構お金をかけてるお祭りらしいですね。さあ、さて、このお祭りなんですけども、戦後の全国的な不況の中、まあ、市民の健康と繁栄を祈願して、またそこの商店街の振興を促すため、昭和29年8月、高知商工会議所会が中心となりまして、これよさこいの、これが協議というのが、発足したということで、第1回の参加人数は750人、参加団体は21団体と、その後第30回にはついに踊り子ですね、1万人をこう突破したということになります。また、平成4年、これを見ていた、まあ、北海道の学生さんたちというのがですね、北海道にて、よさこい空祭りを開催。高知のよさこいと、北海道のソーラン節を掛け合わせた、これがよさこい空祭りということになるわけですね。これをきっかけに、日本各地で、まあ、次々とよさこい祭りが、まあ、催されるようになったということですね。まあ、現在は日本国内で200箇所以上、海外では34の国や地域でよさこいが披露されるなど、大きな広がりを見せているということですね。まあ、高知のみならずということなんですけども、まあ、世界各国のチーム参加方をね、呼んで、この一つのね、イベントでこう踊ってたりするのがね、まああったりするわけでございますけども、まあもともとはこんな感じで、今日、まあ博覧会みたいな形でこう披露されていた、
だということなんですね。で、それが、最終的にはこれがよさこい祭りとして、それをあと残るようになりまして、これを見ていた北海道の学生さんたちが、よさこい空祭りを企画して、そして、ね、その、北海道のよさこい空祭りを見ていた、仙台の学生さんたちが今度はですね、道行くよさこい祭りを企画。で、同じく、時を同じくして、北海道の桜を見ていた、愛知の学生さんたちというのが、今度、これが愛知で土祭りを開くわけですね。日本ど真ん中祭りを開く、開催に至るわけですね。で、今現在、まあ、大きいところで言うと、北海道のよさこい空祭り、そして、みちのくよさこい祭りは仙台市、そして、東京はスーパーよさこい。そして愛知県の日本ど真ん中祭り、三重県津市のあのどよさこい、そして大阪城で行われている小屋祭り、そして高知はよさこい祭りと、来まして、まあ佐世保、長崎の佐世保で行われている佐世保のよさこい祭りというものなるものがあるということですね。その他ですね、大中小さまざまな規模で、全国各地で広がれているということでございます。で、これよさこいが当時できた時のですね、こう写真を全部こう集めてるんですけども、こんな感じでね、鳴子なんかをこう持って踊ってるというのがね、こうあるわけでございますね。で、ここで一つ気がつくことがございまして、チームさん方にそれぞれこうプラカードが渡されるんですよね。まあこれが結構割と中規模の、まあお祭りからこれプラカードを渡されることになるんですけども、この当時のよさこいその祭りのプラカードあまりにもでかすぎますね。後ろの方に見えてますけども、これはおそらくプラカードなのかちょっとあまりわかんないんですけど、かなり大きさとしては大きいのかなと。チームのこうなんでしょうかね、こう名前がこう大きくデカデカとここ掲げられているかなという感じでございます。で、おそらくこのチームさんの踊り手というのがこの手前の方で踊っているところまで多分つながっているという感じなのかなと思いますけどね。こんな感じでもこんな大きなストリートで、こう踊っていたという、ね、歴史がこうあるわけでございますね。で、現在このまあ、このよさこい空祭り、よさこい祭りの、まあ、これが一つの、まあ、あれになったわけでございますけどね。さあ、まあ、歴史をね、さらにこう、紐解いていくとですね、まあ、こう、もともとは、こう、カーニバル的な形でね、始まったわけでございますけども、まあ、これがどんどん逆に、こう、規模が、こう、大きくなっていったということで、また、全国大会なんかもね、こう、行われるようになったり、また、このよさこい祭りによって、まあ、高知の、こう、花火大会がですね、日程がこう重なるということから、こう時期をずらしたりなんていうこともね、こうあるわけでございますね。で、高知のよさこい祭りがね、始まって、2022年に初めてこの感染拡大を受けて、初めてこう、中止が決定されるなど、まあ、まあ、高知のよさこいにも、まあ、少し、このコロナの感染化という中でね、またこう変わってくるということでございますね。はい。ということで、ここで、まあ、一応、チームさん方の一応、この、よさこい祭りによってね、ルールっていうのは異なってくるんですけども、ちょっと時間が余ってるので、ね、そこを軽く紹介させていただければなと思います。高知のよさこい祭りのですね、まあ、場合ですけども、参加人数は150人以下ということになるんですけども、まあ現在100人を超えるチーム参加者っていうのはね、あまりそこまでいない気がしますね。まあ北海道のチームさんとか、高知のよさこいに、参加される方々の中で、まあいて10チームとか、まあそのくらいの規模だと思います。まあ100人を超えるっていうのは本当はものすごいことなんですよね。まあここまでの人数になると、もう、あれですね、演舞するだけで、まあ、一つ一つの動きがね、こうね、ピタピタとね、ビタビタに止まってれば、まあ、それだけでね、結構割と体操取れるんで、なんで人数が多い方が、まあ、個人的には花があっていいのかなと思ったりしますね。で、鳴子を持って前進する振り付けっていうのが、まあ、ここで書かれてるわけですけども、
これが北海道のよさこいと道の子よさこい祭り、あと土祭りですね。ここに共通して言えるのかなと思うんですけども、ここ最近は鳴子だけじゃなくて、まあ、あるいは扇子とかですね、和傘ですとか、あるいは、まあ、それ以外の小道具や大道具なんかをこう利用したりしてですね、こう振り付けをなさってる方もいる、振り付けなさってるチームさん方もいるということです。曲のアレンジは自由なんですけども、こうよさこい祭りの場合は、よさこい鳴子踊りのメロディーを必ず入れるということで、よさこい節ではなくて、よさこい鳴子踊りの方なんですね。このよさこい鳴子踊りっていうのは、まあこれが、まあ一番有名なところで言いますと、まあ宮古晴美さんが歌ったのが、まあ一番有名なやつなんですけどね。で、このよさこい鳴子踊りにはこう、バージョンが一応あるみたいです。バージョンっていうか、流派があるんですよね。花柳、若柳、藤間、サバンド、そして山村流。これが五大流というふうにこう呼んでいまして、これで、まあ、チームさん方をそれぞれこうね、こう分けることができるのかなと思います。さあ、そして、自家他社各チーム1台。これは必須ですね。そして、安全確保、方の、装飾検センスを防ぐ等から、まあ、大きさ等の使用に、まあ、制限があるということです。当時はね、4会場でこう行われていたわけですけども、現在はかなりこう多くて、20以上のこう会場でこう広げられているわけでございますね。共演場と演舞場ということで、まあ、この共演場というのは、まあ、いわゆる審査会場ですね。で、演舞場っていうのはただただこう演舞して、皆さんにこう見せるっていうのがこう演舞場になるのかなと。まあ他のよさこい祭りと違ってね、このよさこい祭り、まあ、高知のよさこい祭りはちょっと審査会場が多いんですよ。まあなのでそこがまあ他のチームの、よさこい祭りの違いかなということで。ということで最後までご視聴ありがとうございました。